モリッツのビールの缶。モリッツはスペインバルセロナのビールの銘柄。1856年にフランスアルザス州出身のルイス・モリッツによってバルセロナのシウタベリアノエル・ラバルで創業された。モリッツのビールはバルセロナやカタルーニャ州で人気となったがオイルショックなどの影響から経営が悪化し、1978年には生産停止となる。その後、 モリッツ家によって2004年に生産が再開された。モリッツはバルセロナ市やカタルーニャの経済に貢献するだけでなく、様々なレジャーや文化活動により、市や州と密接な関係にある。1978年に閉鎖されたビール工場も2011年にリニューアルされ、生産を再開している。1851年にルイス・モリッツがあるスからバルセロナに移り住み、 1856年にラバル地区でビールを作り出す。1859年にはジョーン・モーラーの工場を買い、当時バルセロナで最も重要な製造者の一人になりつつあった。1864年にロンダ・サン・アントニでバルセロナのブルワリーとして正式に開業し、1877年には国内のワインエキシビジョンで銅メダルを翌年には バルセロナユニバーサルエキシビジョンで金メダルを獲得するまでに至った。ルイス・モリッツは1920年に亡くなったが、カタルーニャの市場に黒ビールを初めて売り出すなど会社は好調だった。その後スペイン内戦を経験するも、ビールの売り上げが伸びたこともあり無事に経営を立て直すことができたが、1978年に経営が悪化し、生産を停止する。その後、 モリッツ家の第5、6世代により生産を再開した。ロンダでサンアントニオ通りにヘッドクォーターがある。すべてのビールにマンツェにホント D、オアスプリングの水とザーツホップを使っている。ありがとうございます。